西川意外やハンスワローズ、山田も打ったけどギリ届かない負け。まあ勝ち越したからいいわ。村上やフーレ含めて今日の負けを生かしてくれ。村上のボーンヘッドで終わったな。あれで勝利の女神に見放された。今日は村上先輩だろ。マジで何もしてねえし邪魔するしで最悪。本当にメジャー行くの？確実に采配で負けた試合。先発が炎上して走塁ミスもしたら勝てんわな。逆にここまでして1点差勝利の巨人は相当弱い。山の奥川いるんだからヤフレ休ませろよ。勝てたな。今日勝ち越したからまだいいけど。読売までやるのかと一球嫌な文化が広がってるな。阪神みたいな応援したがってみっともない。9回にアウトに青木出してなんか変わるわけがない。ヤフーレは今月ほとんど炎上してるんだよな。そろそろローテ再編か。もったいない試合だったな。みんなお疲れ。もうの押しで青木川端ってやめてくれ。少しは頭使おうぜ。接戦になると青木川端のひどさが目立つ。なんとかしないと。三塁に送るバントって次のやつが裂いて入れするまでがセットなんだけど、それできないから意味ないわ。読売勝ったらチン国セコールやるのか。東京ドームで負けるの久しぶりのような。高津監督はあと何年ぐらい監督やるんですか？1回2回もひどかった。勝利の女神がイケメン西川にだけ甘かった。ヤフーレは論外だが、6億円の超高級扇風機様はひどい。ボーンヘッドもひどいが、中村の打撃もクソすぎる。これなら松本に試合使った方がマシ。ご視聴ありがとうございました。